ですか。さっきハーレー後ろにビターって来たから、ピルちゃんが車体どんなんかわからんからやな。でも近づいてきたらおっさんやったから、まあおっさんはおっさんで一緒やけど、はい、ちゃうかったわ。綺麗なピカピカやないの。20数年乗ってます。だから対岸向こうが163やのね。うん、そう普通はあの道やね。うん、あそこ小舟ね一本やから、帰りもね、行きはまだいいけど、帰り夕方なんてなったらもう集中して逃げ場がないからめっちゃ混むね。今日はこの道も混んでるわ、なんか知らんけど、こんなに普段車多くないもん。163これまっすぐ行くねんけど、ほんまはそやから、ちょっとこれ5キロほど入って、またほんで終わって戻ってきます。もうちょっとで左に曲がります。あかんやん、そんなんしてる。おっちゃんだ、若いな。こうまあもう一箇所奥にもあんねんけど、やっぱこっちの方が見晴らしええわ。でも一番、まあ、手頃で近いキャンプ場かな。オートキャンプというか、車でガー乗り入れできるようなやつやからね。すぐそこがあの笠木の JR の駅やねんけどね。おいと笠木、うん、古いよここ、って書いて笠木。しばらくね、道狭くてくねくねなんですよ。まあまあ距離は短いけどね、 2キロぐらいかな。前せやこの道をカブで走っとった、あのカブで。抜いてもらえますか。抜いてもらえるようなところがあるかな。ここ止まっとこうか。山道暗いのは怖いな。もうね、もうあのこんな道終わりで、ダーッと開けた里、野牛の里、うん、お借りします。
ていうか、どこや鍵、鍵どこや。ああ、そんな、歪んじゃってる。斜めや、斜めや。もうちょい、こっちやな。これ。このまま、中まで行くの？え？残しちゃわないね。うん。え、これ鍵どこよ、鍵。え？あ、それだけ？うん。鍵ないの？これ、これ、いや、半ここにあるの。あー、なるほど。これニュートラルがある。はい、はい。あ、うわ、前にあるわ、これ。足届けへん。あの、あれが届けへんね。スタンド。おお、おお。えらい前やな、これ。一緒一緒、場所一緒。これと一緒やで。え？右の一番、ま、先端より違う。その横。うん、それの下。それ、それ。素人さんですか？これめっちゃステップ前や。そうな？あー、振動があれだな。振動がすごいだ。止まれ。うわー、これブレーキかけんのめっちゃ何やこれ、すごいだこれは。僕には合わない。もうハーレーが、これがフロントなんたらいいやつか。ステップ1がそれ。今なんぼ60で4速あ、いける。それは走っていいやつ。それで、ああ気持ちいいな。いや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 、これはこれで面白いな。足が短いのが辛いな、これ。うん。これ。ブレーキかけるとき、思いっきり力入れられへんね。いいな、これは。これはこれで振動はあれらしいな。どうよどうよ、これ。オッケー、問題なし。まあさすがにこのスピードで5速は無理でしょ、それ。いける？あ、こっちはね。これ何速やりまい。エアクリーナーも熱いねんな、これ。なんかやっぱりでかい、でかく感じるな、そっちよりな。まあそれはでかいんやろうけどな、排気量も大きいし。パパさんよりもなんか全体的にこれ大きい。刺す硬い？
一遍あのどっちでもいいからウインカー出してみて、どんな風に見えるか。ああ、はいはい、影のとこやったらようわかるな。なんじゃこれ、怖いよ怖いよ。そう、そらそやろな、ダバーマウントらしいし。あ、ストップランプもよくわかるわ、それな。なんかええ感じやな、景色に。道は合ってるけど、もうあの言うてたなんとか茶屋かなんか通り過ぎてんちゃう？こんなに走れへんかったと思うで。いやいやいや、これで追うてるはずやで。っていうか一本道やから間違いようないでしょ。マリアン、飛んでる飛んでる水たまり、水たまりがライトに照らされてるわ、水のしぶきが。気持ちの道やな、これ。まっすぐで。
こっちか。どこに止めたらいいんだろう。ここ？うわあ。え？ここやな。ここのどこに止めよう。ここに。ハーレーのパパさんの横にパパさん置こう。もう出るときかないね。もうあつ。うわあ、あとせいカバンと地面5センチやな。まだいけるいける、やっぱりつけなあかんで、フェンダー。うわあら、大丈夫かな？ここ、それは怖い。番やったら。はい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 。いろいろと道はあんねやろな、昔から奈良の街道とかいろんなんで。バイク行ったよ。客は少ないかな、確かに。もうな、ほとんどやったもんな。